宇都城宇都城は、熊本県宇都市に存在した城郭である。別名、城山ともいう。同志新名町にあった中世紀の宇都城である、宇都古城についても併記する。宇都城は、小西行長によって、宇都古城の東に位置する丘に築かれた平山城で、ある。三重の天守などが建てられたが、小西行長が、関ヶ原の戦いに敗れ、同時期に、 肥後国緑川伊北と足北軍を所領していた藤清政が宇都城攻略の功績によって小西領を併合して肥後一国の大使となり宇都城を所有した。その宇都城の天守は清正によって熊本城へ移築され宇都矢倉となったという伝承があるが1927年昭和2年に熊本城宇都矢倉を解体修理した。 調査の際には一区の痕跡が見られず、木戸久しなどによって否定されている。寛永9年、1632年の加藤市会駅によって細川寮となった後は、宇都藩の藩町である宇都神谷が現在の新興寺町に置かれ、跡地は工物とされた。現在、宇都古城跡、宇都しし町は国の史跡に指定され、歴史公園、 史跡宇都城石として整備され、建物跡、横堀、城門など一部の遺構が復元整備されている。また、近西ウ宇都城跡は、本丸跡が城山公園として整備され、石垣、堀などが残っている。宇都古城は、宇都市によって西岡台と称される独立丘陵に築かれ、このため、中西部宇都城を指して西岡台と通称する、 中央の挟町を挟んで東に主角となる、千浄敷、西に三条、三の条という連閣式の体を成している。東の千浄敷の周囲は横堀りで囲まれており、北から東にかけての斜面には、複数の縦堀りがうがたれていた。近年、千浄敷と呼ばれる、クルワートから、多数の掘立たて柱建築の痕跡と、東側に、ここを、縄文遺構が発掘されており、 一部の遺構については復元表示してある。1998年、平成10年、戦場時期の北側に掘作作業途中の横堀跡が検出され、当時の土木作業工程、技術を示す貴重な事例となっている。さらに、縄文遺構付近の横堀からは100点を超す石塔の部材が出土しており、道場の廃場、城破りに伴って、 念入りな儀式が行われたことを伺わせている。また三条の南西側には、幅約10メートル、全長約300メートルの空堀が存在している。西岡大の正確な築城年代はつまびらかでない。一説には、永正三年、1048年、関白、藤原頼道下校の際に築かれたという。南北朝時代の城主。 宇どたかとは終始南朝方に交往し、隣の軍浦荘を横領するなど、宇都半島を中心に活動した。室町時代後半、宇ど忠だの養子として、日ご国主後の菊池主から宇どためみが入る。そのためみは、文明十六年、1484年、明王八年、1499年と、守護職横領を企てるが失敗する。文紀元年、 1501年、ためみつは3度守護職王領を企て、ついに成功し日後国守護となる。しかし、文紀3年、1503年、亡命していた、菊池本家の22代、菊池農運の反撃に遭い、西岡大へ牢城するが破れ、殺害された。西岡大には、菊池氏家臣の白ため冬が入場するが、永業元年、1504年に農運が休止すると、 上司は没落し、空城となった西岡大には、ためみつの娘婿である、縄秋田で入った。縄氏は、その580年間にわたり西岡大の上司となるが、天正15年、1587年に行われた、豊臣秀吉の九州征伐に際して、縄秋田川秀吉に降伏するが、同年に起きた、日後国人一気に際し、 中立を保ったことを釈明すべく、大阪へ赴いた際、城代となった弟の名は武け明が、秀吉軍の海上勧告を拒否したため討伐されて、名和氏の時代は終わった。天正16年、1588年、小西行長は、肥後国宇都軍、益城軍、八代軍合わせて17万5千国、諸説ありを所領すると、宇都五条の東にあった。 高さ約十三メートルの城山、宇都しこ城町二城地を移し、新城を築く計画を立てた。しかし、不審に際して、天草の国人衆が助力を拒否したことから、天草黒人一揆が生じたため、実際の不審開始は、翌天正十七年、1589年頃からと見られている。雪長の手になる、宇と城は、城郭本体だけでなく、城、武家屋敷、 城下町が水堀と運河によって一体的に結合されることで、総構えを形成するという防御的な性格を有していたことが、市内各所の発掘調査によって明らかになりつつある。慶長5年1600年7月、上方へ出陣していた雪長が、西軍、石田方に呼応すると、加藤清正は、徳川家康から8月12日付で、日後、 筑後切り取り次第の内垣を取り付ける。9月15日、清正は、武全国の黒田助水応援のため文後国へ出陣した。しかし、文後戦線が助水優位になると、直ちに軍を反転し、宇都城攻撃に取りかかる。9月19日に、前哨戦である石の瀬口の戦闘が始まり、翌20日は、城下での戦闘を経て、同日清正が宇都へ到着し、 21日には後、方向からの総攻めが開始される。10月2日には三の丸まで抜かれ、本丸、二の丸の攻防戦に入っているが、10月20日に、関ヶ原の戦いでの西軍の敗戦と雪長の、傾斜が城内へ伝えられると、城内、小西隼人は10月23日に会場して自陣、宇都城は、加藤清正の所有するところとなる。清正は、宇都城を、 自身の隠居城と定め、主にシュグルワの改修を行ったが、清正が、慶長16年、1611年に死去すると、翌慶長17年、1612年、水俣城、矢部城と共に破却された。熊本城の宇都矢倉は、かつては、宇都城天守閣を移築したとの説があったが、平成元年の解体修理の際にその痕跡が見つからなかったので、 現在は否定されている。寛永九年、1632年、二代、加藤忠宏は、徳川家光への無本の権威をかけられ改役となり、同年、被護国は、無前国国ら藩主、細川忠敏に与えられる。寛永十四年、1637年、島原の乱における原城のような、立てこもりを防ぐため、徳川幕府は、 最国の廃場に対し再度の破却を命じ、城跡は徹底的な破却を受けた。その後、城地内には造作金指令が出され、工物として放置されたため、石垣部材の抜き取りや土取りなどにあい、城跡の荒廃が進んだ。昭法三年、1646年に細川育高が宇都郡三万国を分放され、宇都藩が成立するが、市藩であったため城は築かれず、 現、新工寺町に、宇都陣屋を設けて、宇都細川十一代が治め、明治に至っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。